T3 ガリー市は、オーストラリア南オーストラリア州、アデレード大都市圏の北東部に位置する地方自治体。人口はおよそ10万人で、アデレード近郊の自治体としては、人口が多い部類になる。主な業務地区はモデブリーで、ここには T3 プラザ、行政センター、私立図書館が置かれている。オーストラリア人の生理学者で、 ペニシリンの共同発見者の一人としてノーベル賞を受賞したフローリー男爵ハワード・フローリーはティーツリー・ガリー氏の住民であった。ティーツリー・ガリーはもともとはこの地域の王子主であった住民ジョン・スティーブンスという人物にちなみスティーブントンという名で知られていた。地域の名が変わった現在でもティーツリー・ガリー氏の選挙区の一つにはスティーブントンという名が残っている。 もともとこの一帯は、ハイアコム行政区の一部であったが、1858年10月に行政区を二分した際に、一回り小さくなった行政区の一方が、ティリーガリーという名になった。1935年5月に行政区が再統合された時、新たな行政区の名は、ティリーガリーとなり、今日のティリーガリー市となった。 キーツリーガリー市北部を北に向かって長官した空撮。画面右、上の赤い矢印の先にある樹木の列は、北側のグリーンウィス地区と南隣のゴールデングローブ地区の境界となっている、コブラクリーク側。ゴールデングローブ地区の南の境界は、おおむね、画面右、下の赤い矢印の先にある樹木の列になる。画面左下、南西の方向が、サリーバウンズ、右下、 南東の方向がフェアウェイパークである。画面右上に見える水面はリトルパラチョス画面右で東側の明るく見える部分には石切り場がある。地名に含まれているガリーとは水の流れによって地表面が削られてできた地形のことでロフティ山の丘陵地の移動に用いられていた牛の荷車で移動できる程度の傾斜がある道として知られていた。またガリーには 泉が湧き出ており、これによってこの地域にはオーストラリアで茶の木と呼ばれるレプトスペルマムが多く生えており、ティーツリーガリーと名付けられた。ピスタ地区一帯は350ヘクタールに及ぶアンステイヒルリクリエーション公園に連なっている。1976年にイアンオールが表したティーツリーガリー地域の詳細な歴史の本が刊行された。 その後この本は新たな内容を加えながら再刊されている。ティーツリー・ガリー氏には姉妹都市が一つある。ありがとうございます。